なスタイルで言ったらボブとか自分とまあ同じぐらいの感じの長さが好きなので、もうそこをもう少し極めていけたらなとは思ってます。第一印象というか大切かなと思うので、挨拶の時はしっかり名前とか分かりやすいように、そこははっきり目を見て言うことを心がけていて、できるだけお客さんが想像しているものとイメージを共有できるように丁寧にやるっていうのを心がけています。最近で言ったら専門学校の友達と温泉に行ったりとか、まあ、ここでもバーベキューさせてもらったんですけど、なんかその季節のことならではのことをやったりとか、あとは映画とかドラマとか貯めてあったものを見る感じですかね。趣味は、まあ、音楽を聴くこと。最近行ったので言うと、トラビスジャパンっていうグループ、あとはトリプル A のニッシーのソロのライブに行ったりだとかですかね。あ、そうですそうです。キャベツ農家です。新鮮なのは甘くて美味しいです。実家でよくお好み焼きにして食べてたんですけど、うちのお好み焼きのこだわりっていうか特徴が、粉少なくてギリギリつながるぐらいの感じで、粉もんっていうよりかはもうキャベツ主体のお好み焼きみたいな感じなんですけど、お肉とかあとはシーフードミックスとか入れたりとかで、卵も入れたりとか、いろんな食感と味が楽しめるお好み焼きで、大阪のとはまたちょっと違うかもしれないんですけど、もうキャベツ盛りだくさんで食べるのが一番定番というか、そういう感じでした。やっぱり美容師の方ってお母さんになったりとか、環境が変わったりしても結構輝いてキラキラしてる女性が多いかなとは思うので、なんかいつまでもキラキラした女性でいたいなっていうのは思います。